ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。できますよ。シルベムシを頼りに追いかけましょう。剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産・強化するのに使用します。攻撃をうまく当てると大型
見てください、だいぶ弱ってきたようです。おそらく巣に帰って休むつもりです。クリア、おめでとうございます。